皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは映画です。映画のサントラレコード、ドーナツ版ですね。EP 版をお借りしまして、映画の紹介とレコードの紹介をしているコーナーになります。えー、まあ基本的にはその結末とかいうことは触れませんのでね。はい。えー、本日ですけどもご紹介する作品はこちら。スパルタン X。 ですね、えー。ジャッキープロジェクト世界進出第1弾ということになってますけども、はい。えー、おそらく40代の方で、スパルダン X と聞くとですね、ファミコンカセットのね、あのスパルダン X を思い出される方もいらっしゃるかなと思うんですけども、えー、実際のところ、このスパルダン X が、あのゲームの元ですね。 でえー、まあ、半券が切れるまでの間はあ、このスパルタン X というタイトルでしたね。はい、その後、判券が切れて、確か、クンフーだったかカンフーだったかっていうタイトルに変わって、それが、まあ、レアソフトなんていうふうに言われてますけども、まあ、大元の、えー、オリジナルはこちらと。で、まあ、ストーリーといってもあの、ゲームとは全く違いますね。出てくる登場人物が、ジャッキー・チェンがトーマス、ファミコンがトーマス、そして、女の人がシルビア。 ゲームがシルビアっていう、まあその部分と、あとはまあ、ミスター X は、一応 X に絡んでるかなということぐらいで、あとはもう全く関係ない話になってますけども。えー、そちらはまたね、ファミコンの方のスパルタン X のプレイ動画でね、詳しく実際プレイもしてみてお見せしようかと思いますけども、本日はこの映画の方ということで、はい。えー、まあこのスパルタン X もね、本当に楽しい作品ですよね。まあ、テレビでもね、何度となく、 放映もされて本当に好きな作品ですね、うん、あの三重詩というね、えー、ジャッキー・チェンユンピョウサモハン・キンポーというねこの三重詩がっていうところでの出演もやっぱり、えー、面白いところですしねジャッキー・チェンでこの3人が出てきてっていうとやっぱりね、えー、そうまあ呉服性はちょっと変わってるかもしれませんけど呉服性大服性プロジェクト A そしてサイスパラダン X、えー、サイクロン Z ね本当にもうどれも面白いですけどね。 で、まあ、こちらのスパルタン X っていうのは、場所はスペインが舞台ですね。はい。で、えー、ジャッキー・チェンとユンピ・ピョウが、その街中でね、いえば移動、移動レストランみたいなね、も、えー、のを経営してて、その車がまたかっこいいんですよね。えー、確か三菱ですよね。あの、ジャッキー・チェンの車は三菱が多かったと思いますけど、その車が変形してお店になったりっていうね、そういうところがあって。 でそこにたまたまこのシルビアという女性がな、まあ、入ってきて、えー、助けてくださいということで助けるんだけども、なぜその女性が狙われているのかっていうところを、この探偵である、ザマンキンポ峰も絡んで、えー、大変なことになっていくという、まあそんなお話ですけどもね。うん。まあやっぱりこの作品の中で注目は、車もそうですけど、やっぱこう三人の関係性と、あとはジャッキー・チェンとベニー・ユキーの対決ですね。あの対決はね、 サイクロン Z でまたね、もう一度再戦がありましたけどもね、面白かったですね。うん。音楽がね、それで今回の音楽ですけど、これがね、あの、まあ、A 面もこのスパラダイクスね、いいんですよ。もう、まあ、映画の、ゲームの曲全然違いますけど、好きな曲ですね。聞かれたらご存知の人もいらっしゃるんじゃないかなと思います。キース・モリソンですよね。はい。で、工場での戦いは最終決戦のところですけどもね。うん。 はいえー、ジャケットとしては、これ、サグラダ・ファミリアですよね。はい。で、ジャッキチェンが出てきて、で、ここに、ユンピョウね、サモハンポー・ギンポンで、シルビアですね。で、ここに、ベニー・ユキルが映ってますね。はい。700円ですね。84年ですね。はい。というね、まあ、音楽はね、おかけしたいところなんですが、ちょっとそれはね、YouTube 上できませんので、まあ、もう文章だけでということになりますが、はい。 えっとサントラ版が当然出てましてそれを持ってるんですけど今回はシングルバンドをご紹介ということですねはいでえーそうですね何かポイントはどうでしょうかねえー、っとまああらすじはもうわずかですけどここにありますねスペインに根を張り全ヨーロッパを震え上がらせた巨大な謎の組織 X が襲いかかる X とは彼らの野望とは 今、底知れぬ力を秘めた組織が姿を現してくるというのが、もうかなり大雑把なあらすじですね。そして、えー、バトルクリーク・ブローをキャノンボールシリーズでアメリカに進出、さらに映画主演10周年記念、えー、作品、記念作プロジェクト A は世界的な大ヒットで84年カンヌ映画祭でも大評判であった。その彼がプロジェクト A の夫人を要して本格的世界進出をかけたのはこのスパルタン X であると。 ということですね。それゆえ香港を飛び出して舞台をヨーロッパ特にスペインを中心にオールロケを展開実に6ヶ月もの長期にわたったということですね、うん、でこの「車の剣」だとかね載ってますけどねユンピョウとねあのトレーニングするシーンとかもねいいんですよねはいでスケボーをね基本に乗りますしねで本命の「フーアクション」もまた一段と磨きがかかって凄まじい 格闘技の王者、ベニー・ユキーデとの行き詰まる死闘はトリックなしで正真正銘の肉弾戦を展開。空手のチャンピオン、キース・ビタリとユンピョウとの一騎打ちも見物の一つだと。さらに注目すべきは、ジャッキーをはじめとするユンピョウ、サモハン、黄金トリオのフェンシング。これ有名ですね。えー、セリフ忘れちゃいましたね。なんとかなんとか三重死って言うんですよね。うん、よくあの、ミアゾンさんがね、あの、 ものまねをしてますね。厳しいトレーニングの成果はスクリーンに華麗に強烈に焼きついたと。ですね。制作組織はブルース・リー・ジャッキー・チェンの生みの親と言われるレイモンド・チョウ。ね、有名ですね。もうこの方が香港の一時代を築きましたね。監督はジャッキーの無理の親友で出演もしているサモハン・キンポ。すでに監督弟子の手腕には定評がある。もう今はサモハン・キンポはサモハンという名前で、ね、香港映画界ではもう超大物ですね。 まあそもそもジャッキー・チェン・ユンピョーの中で一番年上ですからね、先輩ですもんね。はいえ。ユンピョーは第二のジャッキーと言われる香港の人気アイドル。7月下旬の来日では日本でも人気のあることを証明していた。ユンピョーってあの柴田恭平とね、か、え、ぶ、ー、るんですよね、僕ね。柴田恭平さんとね。うん、どうなんでしょうね。はい。一時代、ね、チャンピオンタカとかありましたよね。はい。という感じですかね。 うでしょうね、まあ本当にあのうんジャッキー・チェンってそのここにもね「世界進出」って書いてますけど実際もうどれだけ海外に行って進出して頑張ってるかっていうところはねやっぱ思いますよねあのえっ、ー、とジャッキー・チェンの海外の映画で好きと言えば何かな まあ、プロテクターの辺がやっぱ最初の頃ですよね。うん。そうですよね。その辺がやっぱり好きだし。レッドブロンクスも好きですしね。うん。レッドブロンクスもね、ちょっと途中なんか可かそうなすごく演出、あの、映像があったりしますけどね。まあ、それはリアルな話でね。レッドブロンクスも好きですね。うん。まあ、あとは、その、ジャッキー・チェンジ好きなやっぱり複製シリーズだね。ラッキー・スターシリーズというかね。はい。なんですけどね。 うん、ちょっとやっぱりこうブルース・リーとは路線が違うんですよね。で誰かが言ってたんですねブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ったらどっちが勝つかねっていう話があってそれはブルース・リーだろうっていう人がやっぱいますけどもねあ,あちらはあくまで格闘家こちらは武,武術家というかだから違うっていうのがねそれどうなんだろうと思いましたけどもねでもまあブルース・リーはアクションそのクンフーに磨きをかけてジャッキー・チェンはいえばその。 ドラマを持ち込んだ感じですよね。コメディ要素だったり、みんながとっつきやすくしてくれたっていうのは、やっぱりすごい功績だなと思いますね。うん。はい。というわけで、本日はこちらの、えー、ジャッキー・チェンのスパルタン X のサントラレコード、シングル版のご紹介、および映画の紹介でした。はい。えー、音楽に関しては、またどちらかでお聴きください。 えー、かけられなくてすいません。はい。というわけで、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら、幸いです。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。